赤ちゃん。っていうか、なんか変な顔しちゃうんですね。なんで？顔芸みたいな。だから今おって言ったの。はい。いつもの癖出ちゃいました。どういうこと？そんなことある？はい、あるんです。私本当顔芸しちゃうんです。本当だ。今もしてたよ。今もしてる。そうなんです。なんか。はい、出ます。不思議な癖だね。不思議な癖です。あ、今不思議だね。ね、止められないんだけど、どうしよう。この子止められない。そんなするの？そうなんです。なんか、はい、数秒に1回がします。面白いですね。すいすいお姉ちゃん。はい、お姉さんは NGT の妹なのに。中情報です。NGT の妹なのに。すごい、それを言われていたのご存知なんですね。 NGT の妹ですから。 NGT の赤ちゃんです、こちら。NGT の赤ちゃんと NGT の妹で、お送りしてます。お送りしてます。赤ちゃんズ。キャーキャー。同い年じゃないですよ。同い年じゃないんだけど。5個？4個？私15歳だけど、今年の2月。うんうん、今年じゃないや、来年の2月で16歳になります。遅生まれなのか。そうなんです。早生まれ。遅生まれなのに早生まれって言うんですよね。ね、難しい。早生まれかってことは。同じ3歳じゃないの。私3歳じゃないですよね。私たち3歳じゃないですよ。3歳じゃないです。精神年齢30歳です。高すぎじゃないですか。ちょっと精神年齢30歳ですよ。え、30歳って高すぎですよ。私は多分精神年齢は10歳ぐらいです。ちょっと漢字できないので。私漢字、はい、4年生ぐらいの漢字までしかできないかも。同じなんですよ、実は。やったー。よくさ、配信でさ、漢字読めなくない？読めないです。読めない。だから、なんて読むのって言ってるし。わかります。同じだ。しかも今日私、あの特典で書いたんですけど、自分のなんかファンネームみたいなのがあゆむ姫なんですね。なのに姫、その姫という字を、あれ姫って字なんだっけってなっちゃって書けなくなっちゃって、あのスタッフさんに打ってもらって教えてもらいました。かわいい。やばい。意外なところでトラップが。やばい。あゆさんにはメールの返信で振り仮名を振りましたって。そんな気遣いまでさせちゃったんです。ねえ、ありがとうございます。ありがとう。寝坊姫言われて。ね、寝ること好き？寝ます、めっちゃ。なかなか、なんだっけ、ユニット明けのブロック、ユニット明けのブロックで、休日の過ごし方っていう MC があったじゃないですか。で、私はまあ出なか、 MC 出なかったから、あんま考えてないかったけど、とやゆの休日の過ごし方は、ずっと寝ることだな。わかる。寝ることだなって思って。わかるよ。昨日？一昨日？なんか最近眠たいんだよね。大丈夫ですか？心配された。今さ、寝るの好きっていう流れじゃない。なんか、疲れが溜まってお寝るなのかなって。なるほどね。そう、お昼寝大好き。私も大好きです。一緒だ。なんか最近眠気やばいんですよ、本当に。ほら、そうでしょ。どんな話
話してた、そういえばねえ、なんか学校に、うん、その朝起きて準備して、うん、で学校行って、うん、でなんか10時くらいに1回眠気が来るんです、ね、うんうん、午前中に、うんうん、でお昼ご飯食べて、普通お昼ご飯食べたらちょっと眠くなるじゃないですか、うんうん、けどなんかお昼ご飯食べると逆にテンション上がっちゃってなんか面白いテンションになっちゃった後に、うん、そのテンションに疲れて放課後めっちゃ眠くなります、うん、あら、で放課後寝たのに夜ちゃんと寝てます本当に眠気やばくないですか、眠気、赤ちゃんの一日日記赤ちゃんの日記読んでた今、ねむねむ、ねむねむだよね、ねむねむです。今日も昼公演が終わった後ずっと眠いって話してたのに結局寝れませんでした。ねえ、わかる。え、昼と夜の間でさ、うん、寝るの難しくない？難しいです。時間ないよね、意外と、はい、そう難しいです。え、でも私授業中寝たことないんですちょっと現役だけど、うん、めちゃめちゃ寝たことありますよ私、はい。なんならこの間、うん、英語の授業でなんか寝てはないんですけど、うん、めっちゃ眠いなってことを考えてたら、うん、なんかミスハラーミスハラーってずっとやってたのに英語の授業ミスハラーミスハラーってやってるのにあ、眠いって考えてたらハミソロってめっちゃ割れてはっってなりました。寝ました。もしかしたら頭の中は寝てたかもしれないです、うん、ミスハラ面白いミスハラなんか英語だとあれなんですよ、ミスターなんちゃかとかミスなんちゃかみたいな呼び方だから、うんうんうん、呼ばれるよね、ミスハラミスハラって言われて、この話大好き、めっちゃ気まずかったですクラスの人もなんかみんなうちの子に言ってて、そりゃそうだよ、だってミスハラ寝てるんだ夏樹この話大好きだから、夏樹のファンの人も好きだと思うこの話ミスハラ好きすぎる面白い。めっちゃスイスさんの方のコメントめっちゃ笑われてる。いや面白いよね。こっち全然ほら、あ、うちそのことについてなんか触れられてないんですけど。え？いつも通りなの？あ、確かにそれもあるかもしれない。いつも通りなんじゃない？いつもさ、どういう配信なの？あゆのルームは。え？もうミスハラのイメージついた。やったじゃあいつまでもずっとスイスイさんからあのアユって呼ばれたいです。ミスハラって呼ばないでくださいねミスハラって言わないでくださいねやだ、スイスイさんがミスハラって呼ばれたらちょっと、まあ、嬉しいけどちょっとアユ気に入ってるんです。あ、本当に気に入ってる。でも確かに意外とみんなハラちゃんって呼んでるかもね。そうなんですよ、ハラちゃんとかユミちゃんとか。うん、確かに私がミスハラの呼び方をアユになった理由は、うん、あのいつかの一番最初でレッスン上で一緒になった時かな、うんうん、に話しかけたんだよね。 それで、なんて呼んだらいいって聞いた時に、うん、アユがいいかな、ハラちゃんか、いやでもアユがいいですって言ってたから、うん、それからアユにした。あなた顔がしそう。でもちょっとミスハラ気に入ってる。やだ、気に、まあ嬉しいけどお気に入りになって嬉しいです。好きすぎる。うん、私もスイスイさんから、いやスイスイって呼んでって言われたから、うんうん、もう一生読みます、呼びます。ねえ、かわいい。私スイスイって呼んでって言ってた？言ってましたよ。スイスイさんって言ってたんですよ。自分から言ってた。なんかね、はい、私なんか4期生のみんながすごいスイスイさんって呼んでくれるなって思ってたの。うん、自分から言ってた。多分自分から言ってたと思います。だって私、うん、あのスイスイさんって呼ぶ前、夏希さんって呼んでましたもん。そっか。はい。私が、ね、強制的に呼ばせてたんだ。うん、アシシさんって呼んでって、アシシ、うんって多分言ってたと思いますよ。いやー、知り合いは
そうだったのか。うん、でも最近私の中で、うん、あのお家とかだとあのトゥイトゥイさんって言っていいよ、トゥイトゥイさんでいいよ。あまりこっちに来たらずっとスイスイさんって呼んでるけど、初知りなんだけど、お家とかだと、うん、なんかなんだろう、そのお仕事現場じゃないところだと、うんうん、トゥイトゥイさんトゥイトゥイさん、トゥイトゥイさん知らなかった、トゥイトゥイさんかわいい。なんかこの間、うん、スイスイさんの配信を見てた時に、あ、見てくれてたね、はい、あとお家で見せて、あ、トゥイトゥイさんかわいいナチュラルに出てくるんだ。はい、出てきました。嬉しい。私意外とトゥイトゥイとかさ、チュイチュイとか、うん、シュイシュイとか、うん、スイスイの変化系、うんうん、意外と気に入ってるんですよ。え、そうなんですか。もういっぱい作っちゃいますね作るんだ。はい、何がありますかね。お待ちしてます。ちょっと今すぐには難しいけど、うんうん、テロップ私も打とう。あれなんだっけ、あるか、ひらがなで打ったらこれになっちゃった。不安不安、怖い。これで間違ってた時めっちゃ、え、どれどれ、これで間違ってたら怖いんだけど、これでいいかな。何ですか。え、わかんない。え、いや、これにしよう間違ってたらどうしよう。これ違ったらどうしよう合ってる、合ってる、多分きっとあ、なんかちょっていうのがつくの、ちょっていうのがつくの、あ、ちゃん、ちゃんがつくんですね。なるほどちょっとね、もう10年くらい前の話なので。そう、ミスハラはイベント中。ミスハライベント中です。あ、長い方が見やすいか。ミスハラ待って、腹漢字でいいのかね腹って感じで、いや、腹漢字の方が意外と面白くないですか面白さの自分からサポートしてくれてミス、ちょっと待って、小文字がいい。ミス、あれ、ちょっと画面酔ったらすいませんね、いっぱい面白い、うん、はい、ミスハラはい、ミスハラ、うん、はい、トン。そう、今日はあゆからスイスさんをお誘いしました。そう、まさかの衣装から着替えてで出てきた瞬間捕まったいや、なんかスイスさんが配信するのみたいに言ってきてくださったから、しましてて、ね、一緒にしますかってそう、ありがとう。はい、嬉しい、嬉しい。私はさ、自分からさ、うん、一緒に配信しようってさ、あんま言えないから嬉しかった。言えますよ、いつか先輩あれ先輩だった、あれ先輩になっちゃったかも。先輩でした。でも私も結構なんか、うん、配信とかで、うんうん、なんかそのこの先輩にこの話してみなよとか言われると、うん、でも、みたいな、話しかけられないみたいな感じだから、うんうんうん、多分私の配信を見てくださる方はあの、おい、すごいってなると思う、なってると思います。すごい嬉しいね、それは。すって自慢してるすすった、そう、文字文字、そうなんです。そうなんだ、意外だね。え、意外ですか、うん、私結構人見知りなんです。知ってた知ってた
知らなかったです。そう、人見知り。イエーイ、みんな頑張ったって。本当だ、そうなんだ。そうなんです。ちなみにね、私はいつも配信で寝てるんだけど寝てるんですか。そう、マイペースなんだ。うん、なんかそんな感じしない。いい意味で。いい意味で、はい、よかった。いい意味でです。ファンの方もなんかいいよってしてくれてすいません。ありがとう。スーピー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 。夜の時間帯にやるときは 80%寝てますね。そのまま朝になったりすることあるんですか。違う違う、本当には寝ないです。びっくりした。びっくりした。びっくりした。そう、あの、頑張ってギリギリまで起きてます。これ、あー、なるほど。もう細めで配信するってことですか。うん、そうなの。私、この間、その眠いってなって、眠かったら、その、なんだっけ、あ、そう、寝てもバレないようにまぶたに目描いたしなって言われて、本当に描いたんです。配信で？はい、こうやって、すごい、あ、じゃあ、よかったって描きました。すごい。で、寝たの？いや、寝てない。ちょうどなんか配信がもうちょっとで終わるっていう時間に、もうちょっとで終わるしやるかって言って書きました、落とすの大変そう。でもあのアイラインでやったので。あ、よかったよ、マッキーかと思う。すぐ落ちました。やったことない。普通はしないですよね、絶対。じゃあやるかみたいになっちゃったんですよ。すごい、あゆは意外とあれだね、あの配信でとかで面白い一面が見られるね。そうなんです。あの、私シシさんの前だけですよ、このなんか、甘えなんかそうなの、ってなってるのはシシさんの前だけで、うん、そうなの、はい、本当のあゆがいるの。それ以外はもう、うん、めっちゃおふざけです。知らなかった。審査員の方が来てるらしいですよ。審査員の方、ちょっとスーツに着替えてきますね。スーツレッスンだ。どこに、わからない。挨拶しとこう。こんにちは、原由美です。はい、イベント頑張ってます。モザイクです。すみません、モザイクです。一緒に配信をさせていただいてます。原応援団の応援隊長のトゥイトゥイさんです。トゥイトゥイです。どうやってこうやって審査員の方が来たらアピールすればいいんですか。いや、私も来たことないかもしれない。なんか私、なんかエスカーイの、あのイベントもあったんですよ、ショールームイベントが、で、その時はちょうどカラオケ配信をしてる時だったから、じゃあ1曲お届けしますって言って、素敵、お届けして、わっ、いっぱい I love you、 ありがとう、素敵。それで1曲お届けしたんですけど、本当にこうやって特集だったらどんなことを話したらいいのか。確かに、頑張ってます。頑張ってます。ウキ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 。初日の配信ではバナナになってたので、はい、そうなんです。体も張ってます。はい、めちゃんこ張ってます。どんな状態で紙面に乗っても大丈夫です。NG なし、はい、NG なしです。多分多分多分、私の中ではなしです。スタッフさんにでは止められちゃうかもしれないけど、私の中ではなし。どんな姿にでもなります。そう、すごかった。なんか、回ってきた X ね。バナナ。回ってきた。そう、バナナ。目も描いてるし、バナナにもなるし。はい。なんかこういうのもつけてた。あ、そう、今日、公園に、そのピンクのその、うんうん、
ヘアバンドを私そのつけてて、うんうん、それじゃあ公園でつけてたら面白いねって話になって、公園で今日、はい、つけてくれてる方がたくさんいらっしゃいました。早いね。あのこの劇場のすぐの借金あるじゃないですか、うんうん、キャンドゥ、はい、そこで買います。そうなんだ、有力情報ですね。つけてね、ぜひぜひぜひね、うん、ぜひぜひうん、変な顔もしちゃうしね。確かに。そう、でもちゃんと可愛いんですよ。そう、体も張っちゃうのに、あ、大変な顔しちゃったお目々キュルキュルで、赤ちゃんで可愛いです。全然です。小柄でミニサイズですね。トゥルスイスイさんじゃないですか。それはスイスイさんだと思います。今日飛行機雲で歌わり一緒で、そうなんです、楽しかった。リハーサルから楽しかった、ね、はあ、楽しかった。レッスン上の時から楽しかった、うん、あのちょうどハイタッチするところ、昼は私が紙飛行機持ってて、夜はスイスさんが紙飛行機持ってたから、ハイタッチができなかった。できなかったんですよね。でも楽しかった。楽しかった。私、マックスの二人の歌割も好きです。うん、わかる。楽しい。一番大事。それでスイスさんがニコってしてくれるかも、頑張れ。最後頑張るぞってなります。嬉しい。私は牛のとこが楽しみです。牛の、あ、約束、どうぞ、約束、約束ササエニだった。あ、ササエニ、そう、ここでギュッして、そう、めっちゃ今日ギュッてしてましたね。そうだよ、映らないのが残念。本当ですよね、映ってほしい。ここちょっとこうやって順番とかにしてほしくないですか。ね、ね、わかる。もう、もう、まったくもう。次の公演はいつだ？明日って何ですか？明日行くよみたいな言ってる人たくさんいたんです。でもね。これ放送して大丈夫？今。全然です。これですよね。私すぐこんなことしちゃうんですよ。黒ひげさんいたよね今。カールおじさん言っちゃった。もうなんだっけ。あ、そう、あ、ときめきの、そうなんです。そうだ、あ、あの話したのか。明日こうやったっけみたいな。そう、クールってクールジャパンエキスポ。次は30ですね。30いる？いないです。全然もう公演も、全然もういないのか。はい、でも10月のなんだっけ、公演は、うんうん、あの30とあと9日以外全部出てました。本公演も前座も。すごい頑張ったね。いっぱい出ました。またやってまた出たよ。スイスイさんもたくさん公演出てすごいです。私、うん、さっきヒロカッピと話してたんですけど、うんうん、なんか私お昼公演終わりかも、もうずっと足が痛かったんですね。うん、で先輩方はもう土日とかだったら4公演だし、もう普通に1公演やるだけでもう足超痛くなるのに、なんかすごいって話をしてました。かわいい。すごいって話してました、でも痛くなるときは痛くなるよ。でもそんな、じゃあってことは頻繁に痛くならないってことですよね。いや、マッサージしてもらうか、うん、もうステージでアドレナリンで飛ばすか。あ、そう、私なんか昼公演とか公演終わりはめっちゃ
足痛くなるんですけど、その昼公演終わって夜になった時はもう大丈夫になるんです、うん、大丈夫っていうか、うん、多分アドレナリンでステージ上ではそんな痛い痛い感じないけど、ね、うん、また配信じゃない、あの公演が終わるともっちゃ痛くなる、うん、痛い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 ねえ、眠い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 靴擦れもしやすい。確かに。衣装の靴は靴でしやすいです、私。今日もなんか親指の土踏まつ？土踏まつってどこだ？なんかあの親指があって、そのなんか足がこうあって、トン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 って指があるじゃないですか。あるよね。こうトントントンと指がある、そのなんか親指の下とか、あーなってんだな、なんかさ、付け根みたいなこと、あ、そう、多分そうだと思います。泣いたくなる、あれ土踏まつって別だっけ、あ、違うっけえ、なんだ、足の裏でへこんでるところだって、親指の土踏まつはないらしいあれちゃん、どこ危ない、私さ、これからそこが土踏まつだと思って生きることになるところだって、あ、足の裏の真ん中が土踏まつか、恐ろしい、そこ私アーチだと思ってました、なんか足のアーチみたいに言いません、うん、え、言いますか、え、言います、へ、え、じゃあどこだ、どこって言えばいいんだろう、どこが痛いんだ、まあなんかよくなんかめっちゃ偏見だけど、うん、おばあちゃんとかおじいちゃんがなんか皮むけてるところそんなおばあちゃんとおじいちゃんの足の裏とかあんまり見ない足の裏であんまり、うん、なんか穴、穴じゃない、間違えた、皮がむけてそうなところ全部むけてそうじゃない、確かにいろんなところが向けてそう確かに確かに、かかとじゃない、もう一つ上の方、指の方指のでも親指がこうあってさ、足がさ、こうあるじゃん、うん、その こ, ここの中つけない、分かった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 分かりました、分かった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 、そう、なんか手で言うと ここら辺ね、そこ痛くなる時あるよね、分かる、ありますよね、やったー、仲間やったー、やったー、それ痛くなると結構歩けない、え、そうなんですよ、けどなんか見るとあ、ハッピーハロウィンで、痛くなるとなんか見るんですよ、皮むけてるのかなって、うんうん、そしたら何もなってないのに中がチクチクする、うん、痛いよ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 、私はちょっと暴露なんだけど、はい、22日の公演、はい、の日にすっごく眠たかったのね、うんうん、でもアドレナリンで楽しい楽しいって言って頭4曲をあの出たの、うん、でその時は全然眠たくなかったんだけど、うん、自己紹介のMC の位置に立ったらアドレナリンがふって消えちゃってすっごい眠たくなっちゃって、うん、寝ました、そこで薄いで自己紹介しちゃって反省してる、大丈夫ですよ、あの多分私の中、あ、多分じゃなくて私の中では、うん、あの寝てるツイステさんも超需要あるので大丈夫です需要あり、はい、需要ありなんで大丈夫です、そうだからあの本当は眠たかったのね、うん、でもなんかその眠、実は眠たかったことを隠して生きていくのが辛くなったから、今告白してみた、偉いですね、偉いです、偉かった、偉いです、本当に、ね、どうしようね、うん、需要ありですよ本当に、
いや、こうやってうんって言って公演中の MC とかでうんとか言って、ね、なんか寝てたらすごく私はあの、はい、需要あると思います。 あります。じゃあ寝ていいと思います。寝ていいってことですかね。はい、だから私いつか公演の MC でなんかそういう関連の、うん、MC があったらいたいなって思ったことあって、うん、なんか今すすさんだけだけではないけど、うん、なんかほぼの先輩がはらちゃんとか出てるんですよ、うん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 、だからはらちゃんじゃなくてあゆとか呼び捨てで呼ばれたいですってお願いしたいんです。でも実は、うん、なんかみんながはらちゃんって呼んでる中であゆって言ってるの嬉しいんだよね。あうん、間違えてください。いやー、え、私もそれは確かに嬉しいかも。じゃあもう大丈夫だ。いいや、じゃあもう言わない。でもなんか、なんだろう、あゆって呼ばなくてもあゆみちゃんとかあゆちゃんとかなんか下の名前で呼ばれてみたいんですよね。確かに、うん、それあるかもしれないよね。はらちゃん、あれはさ、どう思う？高島ゆあちゃんのたかし。でもたかしは意外と自分の中では、うん、まあ、気に入ってるのかどうかなのかわかんないけど、うん、意外と自分で言ってるし、え、そう、なんだろうみたいな。気に入ってそうではあったんだけど、初めて聞いた時の衝撃がすごくて、うん、今日も自己紹介でまずはたかしから、そうそう、まずはたかしからって言っててびっくりしました。私もびっくりしました。私なんかその前座の自己紹介ぶりとかになったら一応なんだっけ、コールの、うんうん、コールのニックネームを言うように自分の中でしてるんですけど、たかしのあれはゆうたんじゃないですか、ニックネーム、うんうん、だからいつもだったらゆうたんからっていうのにいきなりたかしって聞こえて、えっ、たかし振り返りました。いきなりちょっとなんかドキッとするよね。はい。たかし？何だって？たかし一瞬なんかたかしってやっぱ男の方さ、そうだよね、連想しちゃいますよね。わかるわかる。でも言いやすいですよね、たかしって。たかし。あ、お団子ちゃん、あのあれ鏡餅みたいですね。褒めてますか？褒めてますね、ちゃんこ。これなんの？パペットなんの？パペットスンスン知ってる？え、あ、出てる。なんでできるの？やったー！いや、これ私練習しましたから。なんでできるの？お家で練習してました。で、配信でこうやって一人でこうやったりしててもまあわかんないんですよ、反応方。だから。ちょっと寂しい思いしてたけど、あ、今できた。はい、すすさんとできてもう幸せです。のんのんの方は頭の上にお団子ついてるんだよ。だからつけてみた。すごい。え、こっちはどうしたらいいんですか？パペットスンスンは髪の毛ないよ。あ、しゃどうしよう。剃る。剃った方がいいのかな。TikTok デビューはスイスイさんとしたいです。え、そうなの？二人でってこと？はい、ね、してみたい。なんてこと。あら、そうやってみたいです。かわいい。 TikTok を普通にやりたいなと思ってたはいるんですけど、うんうん、でもどうしたらいいかわかんなくて。そうだよね、なんか誰に言ったらいいのかもわかんなくて。そうですよね、いつもどうやって撮ってるんですか？あ、なんかユーハとルアとユーナかな、うん、が TikTok 動かせる力を持っていて。すごい。そう、力を持っていて、その方々と一緒にいると TikTok デビューできます。なるほど。あ、じゃあスイスさんご指名したけど、もしかしたらその方々のお力を借りないといけないってことですね。そう、私に力ないので。
楽ないですよ。わかんない、もしかしたらさ3期生からさ、うん、個人アカウントとかがさ、もしさできたらさ、確かにそっちで取れるよね。確かに確かに、力がメラメラえ、タイプ C？ タイプ C じゃない。うわ、そっち持ってくればよ。でも私あります、持ってきますね。大丈夫、はい、じゃあバーつないでます。お待ちしますね。はい、こんにちは。待って待って待って、すごい事故事故、ダメだ、一人になったとか。イエーイ、乗っ取ります。こんにちは、さよなら、おかえりただいまね。私この配信中にご飯を食べようと思って、うん、あら、食べてないよ、食べようと思って、食べようよ。いや、いいんです、全然食べなくて、もう食べなくてよくなりました。お腹いっぱいになりました、すいすいさんと一緒にいて、私はお腹空いちゃったけど。私いつもショールームでこんなくらい近づいちゃうんですね。私はこのくらいかな、このくらい、こんなくらい近づいちゃって、ほぼ目だよ、目を、はい、見せてます。待って、今の画角やって、はい、もう一回目あ、いい感じいい感じいい感じですよ、今度やってみてください。よかった。なんかでも、うん、あ、これくらいのドアップさと、うん、なんだっけ、ドキドキするとか言ってまた言います。ドキドキする、それはダメだね、ドキドキしちゃダメです。ダメです、ダメです、ドキドキしないでください。はい、先生さんからダメっていうね、はい、禁止令が出ましたので、ドキドキしないでください。ドキドキしないでください。もうドキドキしないでください。しないでください。しないでください。私の方誰もドキドキしてない。あれ？あれ？日々鍛えられてるんですね。なんで？きっと。いや、私がスイスさんのこんな顔をこんな近づけたら、私はもう、キャーってなりますよキャーってなります。定期的にフォローされる。いや、本当に忘れてたんですけど、ミサハラちょっと待ってください、忘れてました。ミサハラ大好き。ミサハラ、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 あ、もう出てきちゃった思い出させる、定期的に思い出しちゃった。かわいい、アンナさんと撮りました。いやー、かわいい。でも制服だからあげられないね。かわいい、いいね、お団子。いいですか、そう、うん、JK っぽくないですか。 JK っぽいです。いつも赤ちゃんって言われるから JK の一面見せたいなと思ったら、そういえば制服だから無理だ、見せれなかった。あら、はい、残念残念そうなんですよ、そうなんですね、みんなドキドキしてくれないんですよ。そうなんですね。結婚してって言われたらさ、いつもなんて返してるの？そもそも言われないんですけど、そんなことそんなこと言ったか言っちゃった。そもそもなんか結婚してって言われないですね。じゃあ、好きだよって言われたら、ありがとうサラサラですね、そんな感じ、うん、確かに15歳ですね、守っていきましょう。はい、そうなんだ。結婚してが
が来たよ、夏希のところに。え、でもあの結婚してのギフトありますよね。そうそうそう、そう今私のところにも来ました。来ましたか、うん、ちょっとごめんなさい。あ、ごめんなさい。え、じゃあ逆にせせさんどうやって対処するんですか。ごめんなさいって言ってるんですか。え、なんて言ってたかな。どうしよう、ごめんなさい。あ、でも割とごめんなさいって言ってない。私もやろ、ごめんなさい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 。覚えちゃった、ごめんなさいを覚えちゃった。皆さんが断られてしまう。みんなのアイドルなので、ごめんなさい。ああ、みんなのアイドルなのでっていいですね。おお。愛してるだって。あ、嬉しい。あ、でも私なんかよくあゆしてるって言われます。そのあゆしてるを作ったから。あゆしてる。ほんとスンスンみたいになっちゃった。ちょっと結婚してがいっぱい来ちゃった。どうしよう、どうしよう、どうしよう。そしたらせーの、ごめんなさい。ごめんなさい。イエーイ、覚えた。ハラユミレベルアップしました。ハニサーラレベルアップ。もうおネタにしていくしかない。これはハニサーラレベルアップ。イエーイ、ごめんなさい。泣いちゃったよ、どうする。泣いちゃった、うん、ごめんなさいって言ったから泣いちゃった。泣かないで。道徳の授業みたい。泣いてしまったよ、どうする。どうする、君ならどうする。え、じゃあ私が超お泣き、理由も分からず超お泣きしてたらどうやって対処しますか。隣に座る。あ、もうそれはすぐさ、あれです、冷めます。冷めます。涙が、あ、乾きます。涙が乾きます。わかる、なんて言ったらいいんですかね。涙が、泣き止む。あ、泣き止みます、それだ。泣き止みます、さすが先生、日本語の先生。日本語の先生だったんだ私。なん、でも待って、うん、そうだよね。あ、熱中やってますよね。熱中ってなってんの。めっちゃイメージつきます私。その私がなんか10月3日の日にその MC でも泣いちゃった日があるじゃないですか。その日にそう、セシさんがもうずっと慰めてくれました。赤ちゃん大丈夫、あゆ、そうだよね、よしよしって。赤ちゃんだもん、赤ちゃんが泣いている。あ、私あの、うん、ここまで手持ってくると、うん、あの食べちゃう。どういうこと、食べられるところだよ。チューしちゃう。聞きましたか、チューしちゃう。今私チューされそう。私最近、うん、あの4期生に、うん、もう3人くらいチューします。危ない。逃げて。やばいですよね。なんか自分でも、うん、もうとうとうここまで来たかって。ここまで来たか。ここまで来ちゃった。で、それをたかしにハラハラっていつも言われます。うまいね。ハラハラ。うまいですよね。面白い。どうも、ありがとうございます。ね、嬉しい。ありがとう。え、スペシさん入ってください。え、入ってください。ありがとうございます。で、よしよしするんだよ。ありがたわ。多分これ反転してるから、ここら辺に。よし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 。よしよし。なるほど、学びました。そう、撫でる。よしよしよし。タワー撫でる。何さん？まえちゃん。今日、特典にも来てくれました。いい一日だったね。やったー、よし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 、よしよし、ありがとうございます。ありがとうございます、まえちゃん。ありがとう。すごい、今日はあゆがたくさんのことを学んで帰ってくれてます。はい、学びました。
え、逆って言われてますよ。クマ端っこにいます。え、口？そんなことあるの？口？え、どこ？ここ。私たちの画面ではかなり真ん中の方に。そうなんですか。さっきお腹いっぱいって言ったのに。腹ペコ、腹ペコ、腹ペコ。最初の難しいですね。ちょっと撫でれなかった。なんと、いろんな方なんだけど。よし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 、あゆよりここここちゃで。難しい。よしよしよし、難しい。じゃあ私はみんなのこと撫でる。撫で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 。お掃除みたいになっちゃった。へえ、見る人によってタワーの位置は変わるだって。へえ、知らなかった。大変大変大変じゃん。これ私が縦にしてたら時間見れるね。お、ありがとうございます。いいいいいい。お腹なりそう。お腹すいた。よくあの配信でアイソレするんです。え、すごい。普段から基礎が学ぶあのってことですね。そうです。すごい。配信をしてるおかげでアイソレができるように。はい、できるようになりました。だからスイスイさんって、うん、すごいダンス上手ですよね。え、そんなことないですよ。ありがとうございます。うん、はい、大好きなんです。そう、なんで？だって、うん、超かっこいいんですもん。あの、空き缶の、うん、なんだっけ、歌詞が出てこない。なんだ、うん、大人たちは神回の、うん、あ、ここ、あ、神回のえ、そこ、見えるの？いつも見てる。なんか、私たちは神回って横向いた瞬間に見えました、うん、あ、そうなんだ、うん、視界に入ってきたんだねの、この見た目からは想像できない、うん、もう超、超かっこいいダンス、あ、ほら、みんなさ、あれですよ、そうなんですか、うん、そうなんですよ。嬉しい、ありがとうございます。スイスイさんの空き缶大チキン、やーかーいつい本音が出ちゃいました。私あゆの好きなあのあります。あの季節外れのアイスレモネード初披露の時配信だったんですけど、あや、うんうん、の歌わりの空はこんな青かだけ、 あそこフリーだよね。フリーです。それが天才なんですよ。もう天才です。分かってます。この子やったー。すっごい可愛かった。私ね、あれ裏でそこで見てたのね、うん、ちょうどリアルタイムで私一人で騒いでました。かわいい。え、でもなんか4期生にもその配信後にアーカイブみたいなちょっと残ってたじゃないですか、うんうん、でそれをなんか見てた4期生が、え、あゆかわいいって言ってきました。え、うちではなんかそのそうかなって感じだったんですけど、うん、輝いてたんですよ。そこが本当に大好き。いや、大好きです。ファンです。あざとミスハラミスハラはついてくるの。嬉しい。今日なんかたくさん私お見送りで、うんうん、よかったよって褒められました。嬉しいね。成長したということじゃない。やったやった、嬉しい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 。すぐ怖くなっちゃうんですよ。私くまたしてました。ほんと良くないですよね。良いですよ。またなんか口がすごいいっぱい動いちゃうんですね。なんで二人で水払ってどういうこと？どうぞね、やめてください。ちょっとごめんね。はい、大丈夫です。やめてください。あの隣に愛がいるので
それはちょっとやめてくださいね。いいですね、はい、やめてください。ちょっと、あ、確かに、でも確かにこれ通りですね。シュズとハラとして、多分さ、ミスハラとかいけてるんだよね。そういうことでしょ。あ、だから多分発音が水原じゃなくて水原だと思うんだよね。水原です。あ、巻き込まれた、巻き込まれた。あ、私いつも57分になったら団長見せるんですけど。あ、そうなの。いいですか、団長見せて。どうぞどうぞ。じゃあ団長見せ、あ、私あの、今イベント期間中、ドゥルドゥルドゥルってやるようにしたんですけど、1位の方を、で、スイスイさんに、スイスイさんのその配信を見てた時に、あ、それいいってなって、あの、参考にさせていただきました。そうなの。実は知らなかった。え、これ私のファンの人に初めて言ったと思います、多分。そうなの。はい、嬉しい。じゃあ、ありがとう。団長読みをします。どうぞ。13位アミュー、ありがとうございます。ありがとうございます。12位オトーピアン、ありがとうございます。11位ジノブ、ありがとうございます。10位ケンチです、ありがとうございます。9位、アザラシクジラン、ありがとうございます。え、そういう名前なんですよ。そうなんだ。もう覚えてます。すごい、さすが。8位、鉄は、ありがとうございます。7位、ハブトゥーセーブ、ありがとうございます。6位、ユート、ありがとうございます。5位、ウッチー、ありがとうございます。4位、アクツ、ありがとうございます。3位、コウスケ、ありがとうございます。2位、トモソー、ありがとうございます。そして1位は、じゃーん、まえちゃん、ありがとうございます。タワーもありがとうね。あ、よし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 、ここら辺、ここら辺かな。全部よしよししまわしたって、はい、やった、ありがとうございます。今日もお疲れ様。ちょっと時間あと1分だよ。あと1分、私自動的に切れちゃうんで。そうだよね。はい、そのままバイバーイです。バイバイ、お疲れ様。今日はありがとうございます。うん、だこ、ありがとう。じゃあまた明日、明日の配信時間、それ全然決めてなかった。メールでお伝えします。バイバーイ。おやすみなさい。まだ切れない。あ、切れそう。バイバーイ、おやすみなさい。ちょっと、あ、切れました。ハラユニ、ここからハラちゃんが出演してはいけなくなります。それでは、でも私、出演したことあります。ね、ダメです。ダメですよ。ダメですか、ね、はい、ダメですよ。かか、私も壇上を読みます。じゃあ声だけ出演します。いや、ダメですよ。ダメですね。すいません、すいません。ちょっと待って、どこ。壇上読みます。13下潤さん、ありがとうございます。すごい、ここが天の声です、これ。あ、天の声、はい、OK。 12位サバテンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位アバテンサムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私が言ってるように見えるかな、これ。10位てるてる坊主さん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位あさゆきさん、ありがとうございます。ちょっと大丈夫。じゃあ行きます。8位おしょうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。うまいんじゃない。うまいですね。7位大輔さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとマイナさん意識してみました今。ああ、確かに。ありがとうございます。6位フレマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
せるのが難しいですね。5位、三太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。うまいうまい。4位、みーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、みっちーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、とみのすけさん、ありがとうございます。ありがとう。聞いてない聞いてない。ありがとうありがとうありがとう。そして1位はなおくんです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいよ。もう出てきちゃうんだから。本当にこの子は私がこの後介護間違えた。なんて言うんだっけ。保護したいと思います。皆さん今日見てくれてありがとう。おや